アーサー・ギネス2世の肖像が、アーサー・ギネス2世は、アイルランド及び、イギリスの実業家、銀行家。1768年3月12日、アーサー・ギネスとその妻、オリビアの次男として生まれた成長すると、父、アーサーのギネスの事業を手伝うようになり、1794年からは、父と共同経営者となり、ギネスは、その正式名称を、 アーサー・ギネスと息子醸造会社に改名した。兄ホセアが聖職者の道を選んだため、1803年に父アーサーが死去した際には、彼がギネスの事業を継承した。彼が会長をしていた時期、ギネスは大きな成長と大きな停滞の二局面があった。1815年まで順調に成長を遂げ、1815年時には66,670にたるの。 ビールを生産した。しかしナポレオン戦争終結による30万人の福音に伴う経済不況で1823年には27,185たるまで落ち込んだ。一方金融業界ではギネスはますます高い地位を占めるようになっており、アーサーは1818 18年にアイルランド銀行副頭取1820年に頭取に就任している。彼は ビール醸造業より金融業の方が自分のせいに合っていると考えるようになり、1820年頃には醸造業は次男アーサーリーと三男ベンジャミンリーに委ねるようになり、自身は金融業に集中するようになった。アイルランドで基金が続いていた1848年には、息子たちと共にアイルランド事前事業に力を入れた。1855年6月9日に死去した。 1793年にアンディと最初の結婚をし、彼女との間に以下の旧子を設けた。1817年にアンと死別し、1821年にメアリー・ベーカーと再婚したが、彼女との間に子供はなかった。ありがとうございます。